のラフラフ。みなさんラフラフ、今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。パーソナリティのことぶきみなこです。この番組はカジュアルという意味のラフと笑うという意味のラフをモットーにお送りする、ことぶきみなこの自然体ラジオプログラムでございます。もうね、新生活にも慣れてきたんじゃなかろうか。どうでしょう皆さん、やっぱり新しいスーツを着て、こうちょっと新入社員の方々っていうんですかね、がまだその同僚の人たちとちょっと距離を探り合いながら話してる姿とかがちょくちょく見受けられて、なんかフレッシュな感じがすごくしていいなと思ったりとか、あとは大学からダーッと出てくる人たちとか見て、あ、きっと今はまだ新歓とかそういう入りたての学生の子たちだから、まだこうスムーズに授業が始まってないというか、だからお互いにこう様子を探り合いながら友達と話したりしてる姿とか見てると、なんかキュンとしました。あ、そうだよねみたいな、このドキドキ感ってまあないわけなので、私たちはね、なかなか。そうね、この間もそういう話をスフィアのみんなともしてて、多分私たちで言うと新番組が始まったりとかして、あ、初めましてとか、新たな座組になった時に、そのなんだろうね、新しいクラス替えをしたというか、新しい会社に入社したみたいな気分になったりするのかなって、そういうドキドキはあったりするけど、でもなかなかね、皆様と同じようにその新生活っていうのを実感することがないから、それはそれでやっぱ羨ましいなって思います。うん、今しか感じられないものもあると思いますので、ちょっとね、その分のストレス抱えちゃってる人もいるかもしれないので、そこはうまいことをリフレッシュしつつ、思う存分堪能してほしいなと思います。頑張っていきましょう。では番組始めていきます。ことぶきみなこのラフラフ、今夜も私らしくナチュラルにいきましょう。ことぶきみなこのラフラフ。もしもし、最近4月12日誕生日やった親友がおって、まあその子の誕生日を直接おめでとうってお祝いできるのが約3年ぶりになるってこと？イギリス行ってる間はずっとそれできひんかったから、すっごい久しぶりに、なんやろ、当日にお誕生日おめでとうってもうプレゼントだけ持って、それでバイバイみたいな感じやってんけど、なんかね、そうやって直接誕生日当日におめでとうって言えることがどれだけ幸せなんかっていうのをね、改めて実感しました。なんでね、皆さんの周りにもそうやって、あ、お誕生日の人おるなとか、なんやろ、今日会えたからもちろんちょっと言いたいこと伝えようとか、いつもありがとうとか、なんかそうやって言える時に言葉を伝えるってほんまに大事やなと、そんなことをね、その友達の誕生日を通して思ったので、皆様も伝えたいこと、大事なことはぜひ直接ね、言える時に伝えてみてください。それじゃあまたね、バイバイ。さあ今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。マジことぶきですね、お誕生日はね。本当にやっぱりね、人の誕生日って嬉しいのよね。だからいろいろね、プレゼント考えたりする時間もすごく幸せで、直接おめでとうって言えることがこんなに嬉しいんだっていうのをね、実感したりしてました。さあ、ここ春からの伝言来てます。みなこ先生のハマっているおすすめの本やジャンルは？Kindle 専用タブレットが欲しいって聞いたけど、最近はどんな本読んでるんだろうとのこと、ということでそう、その話したね。そう、欲しいのよ。今も iPad を私は基本的に持ち歩いてて、 iPad の、Kindle アプリを入れて、そこでまあ読んでるから、読めなくはもちろんないし、字も大きいからいいんだけど、画面も大きいからいいんだけど、ちょっとね、目が疲れる印象があって、 Kindle 専用タブレットの方が目に優しいんじゃなかろうかっていう噂、雰囲気と思いまして、そっちをちょっとね、あとちっちゃい、サイズがちょっとちっちゃくなるから、カバンがちっちゃくても持ち運びやすいかなーなんて思って、 Kindle 専用タブレットいいなーなんて思ってるんですけど私ね、実は Kindle の読み放題プランみたいなのに入ってるから、もう何でも読みたいものとか、あと読んでみたいもの、普通に買うとなるとちょっと高いなとかっていうものを試し読みもできるからっていうのもあってね、最近は禅の本を読んでました
面白いんですよ。やっぱね、あのジョブズさんしかり、やっぱああいう人たちがみんな通る道で、あのイギリスにいる時も禅って ZEN って書かれた禅っていう本とか、まあ、メディテーション的な本がすっごく人気で、やっぱ日本の生き方みたいな、日本人の生き方をリスペクトした本っていうのが日本語から英語に翻訳された本もたくさんあったんだけど、やっぱそんだけみんなが好きなんだったら、やっぱちょっと気になるなと思って禅の本とか、あとねブッダの名言集とか、そういうのが無料で読めるっていうか読み放題にあるから、そういうのを試しに読んで、あ、昔の人もそうやって考えてたんだなって思うと、なんだろう、自分たちが、まあ、時に悩んだり、まあ、あのいろいろあったとしても、まあ、みんなそうだよねみたいな気持ちにすごくなる。あのブッダですらそうなら、まあ、そりゃ私たちも悩むわなとかいろんなことあってそれでハッピーになれるんだなっていう風にね、なんかこうちょっとおしゃべりしてる気分になるんですよね。それが私的に面白いから、ジャンルって言われると難しいけど哲学的なとか、でもね漫画もやっぱり好きなので読みますよ。で最近読んだのが、あの漫画大賞2022今年のやつかな、漫画大賞で1位を取ったダーウィン事変っていうやつなんですけど、人間とチンパンジーの中から生まれたヒューマンジーが主人公の物語で、これがねなんか本当に、あ、漫画大賞1位な理由がすっごくわかるっていうぐらい、なんだろう、すごくね刺さるものがあるんですよ。訴えかけるテーマとかがやっぱり、まあ今の時代とも合ってるし、考えさせられてちょっと夢にまで見ちゃうぐらいだった。すごく私は衝撃を受けたので、漫画と哲学広いねそういうのをよく読んでますよ。はるちゃんもぜひ読んでみてください。さあここでお知らせでございます。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、ココハルとラフラフの合同イベントが決定しました。嬉しいね、久しぶり、しかも有観客でということで、めっちゃくちゃ嬉しいです。約3年ぶり、うわーうわー夢のようですね。みんなに会えるじゃん。やっぱり憧れてたんですよね。なかなかこう、あのオンラインイベントとかで皆さんと交流っていうのは、帰国してからもイギリスから帰ってきたからもあったんですけど、直接っていうのはね、まあ、作品のイベントでは多々あったとしてもなかなかなかったし、これがまたはるちゃんとだからすっごいリラックスして楽しい場所でみんなと会えるってことでしょ。一番こう、なんて言うんだろう、ゆるーいアットホームな、またスビアとは違うゆるさを持った、あの2人だからこそなせる空間みたいな、そこでみんなと再会できるっていうのはね、すっごく楽しみだなと思います。こちら、日時がですね7月9日土曜日、夏、確かにいつも夏にやらせてもらってましたもんね。浴衣着たりとかやってましたもんね。何着よう今回。今回も昼の部夜の部ありまして、昼の部が13時半から15時を予定しておりまして、夜の部が17時から18時半を予定しております。会場は科学技術館サイエンスホールと、いつもお世話になっております。そしてですね、そちらのチケット先行抽選販売中となっております。対象はですね、ニコニコ動画セカンドショットチャンネル会員様でございますよ。で、申し込み期間が5月5日木曜日23時59分までとなっておりますので、今からぜひチェックして、7月9日一緒に楽しい時間を過ごしましょう。うわー、何しようね。もういろいろまだじっくり時間がありますので、一緒にみんなと考えていけたらなと思います。そちらにもメール送っていただけると嬉しいです。そして遊びに来てください。よろしくお願いします。さあ、嬉しいご報告ができたところで、メールご紹介していきましょうかね。ラフラフネーム P さんからいただきました。 P、 ありがとうございます。みなちゃんラフラフ、ラフラフ。みなちゃんが特別ゲストとして出演したアイプラ10番勝負見ました。ありがとうございます。みなちゃんは久しぶりのアイプラ生放送への出演でとても嬉しかったです。月ストとサニピメンバー勢揃いの10番勝負は、バチバチなペアがいたり和やかなペアがいたりして白熱しましたね。みなちゃんは今回特別ゲストということで、何をするのか気になっていましたが、本当私も気になってた月ストVSサニピの決着がついたあと、みなちゃん一人で100連を引いちゃうという企画で、とても面白かったです。ありがたすぎました。
へいらっしゃいで星5リオさんを引き寄せたり、最後に星5を一気に2枚引き、2枚引きしたり、フェス限定のメイちゃんを3回も出したりという神引きにテンション上がりました。マジことぶきです。メイだよ。ガチャを引くたびにどんどん才能開花して嬉しそうなミナちゃんは見ているだけで私もとても楽しくなりました。いつかリズノワ4人でのガチャ対決や関西人対決なども見てみたいです。楽しい時間をありがとうございました。 PS、私もパーカー大好きなのでパーカー女子可愛いというお話にとても共感しましたと。ありがとうございます。もう本当に贅沢で、私もう本当直前まで、何特別ゲストとして出させていただけるっていうことは分かってたんですけど、何をするんだろうみたいな、でなんかガチャを引けるそうですよみたいな、やりたいやりたいって言ってたから嬉しいみたいなこと言ってたら、本当に100連をしかも一人で。前はね、私がやりたいなって思ったきっかけは、あきちゃん対あやひが100連ガチャ対決して、どっちの方が星5を引いたかみたいな対決をしてた生放送があったんですよ。でそれを見てて、私も100連引きたいみたいなって言ってたら、まさかの、イギリスから帰ってきて初めてだったので、特別ゲストとして参加させてくださり、100連を私のためだけに注いでくださりたっぷり弾けて、でまさかのこんだけ、100連の中でだいぶ神引きできたおかげでですね、強くなりました。私のデッキが一気に強くなって、カードも増えたし衣装も増えたので、これでね、みんなに踊ってもらうのも楽しくよりなりましたし、いろんな曲またね魅力的だなとも思ったし、さらに言えば本当に月室とサニピの対決も、もう台本ないんだけど台本のように綺麗に面白く進んでってて、こりゃまたやりたくなっちゃうなと、みんなの魅力がまた伝わってきたので、月下サニピも好きになりました。またねアイプラを堪能したいし、また生放送お邪魔させてもらえるとき、リズノワのガチャ対決なのか関西人対決なのか何なのか分かんないですけど、いつでもお邪魔したいと思いますので、その時はぜひ皆さんよろしくお願いします。そしてアイプラ皆さんも楽しんでください。はい、ではもう一ついきたいと思います。ラフラフネームときわぎさんからいただきました。ありがとうございます。みなちゃんラフ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 、待ち焦がれたタイガー&バニー2、一気に見るのがもったいなくて少しずつ楽しむつもりでしたが、1話だけ、もう1話だけなどと我慢できず、結局配信日に全話鑑賞してしまいました。笑い。早速タイバニ2ロスに陥ってます。ブルーローズとライアンのコンビが可愛らしくて、タイバニファンの皆さんの間でも最高潮の盛り上がりを見せています。現場からは以上ですありがとうございます。他にもね、タイバニ2のお話いただきました。ありがとうございます。私も一気見しちゃった。事前に一応スタッフ関係者としては DVD でいただいてたんですよ、完成版みたいなの。だけどやっぱりみんなと同じタイミングで配信になったら見たくて、で配信になってこうね、ネットフリックスさんってこう次のエピソードに進みますみたいな、勝手にどんどん進んでってくれるじゃないですか。私の背中を押してくれる、あれにやっぱね抗えず私も一気に全話見ましたね。もうね、知ってるはずなのに、みたいな、どうすんの、嘘でしょみたいな、なんかワーギャー言いながら見れるっていうのがこのタイバニ2の凄さですね。で、今回ね、まだご覧になってない方はもうネタバレになっちゃってごめんなさいなんですけど、ブルーローズとライアンがコンビとして、今回全員がバディとして戦っていくっていう新たな試みがあったりとかして、だからこそブルーローズとライアンでは男女のペアってやっぱりあんまいないので、その中でやっぱもうジェンダーとかそういうの関係なく、私たちはヒーロー同士として、もう個々の人間としてお互いに頑張っていく、互いをリスペクトしていくっていうのがすごく描かれている2人なので、そこが可愛らしくて、そしてかっこよくて愛すべきところかなと思います。引き続きね、まだ見てない方、そして何周もしていただきたいですし、同時視聴会っていうのもありますので、 YouTube と合わせてね、ご覧いただければな、より楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いますので、引き続き楽しんでください。よろしくお願いします。ことぶきみなこのラフラフ、目指せ超一流みなこんシェルジュ。
お客様いらっしゃいませ。ラフラフリゾートホテルへようこそ。このホテルのコンシェルジュ、ことぶきみなこです。ラフラフリゾートホテルを超一流ホテルにするために経営を勉強中です。皆さんをおもてなしするためにいろんなお願いを叶えていきますよ。上手におもてなしができるとホテルのランクが1つ星2つ星とアップ、5つ星ホテルになるとご褒美をもらうことができます。しかし星が0になるとホテル経営を立て直すための罰ゲームを受けなければなりません。前回ね、星0になったので罰ゲームをやりました。でなんとかこうにか立て直りまして、星3つからのスタートです。では今夜のお客様をおもてなししていきましょう。今夜はラジオネーム真夏さんです。あなたのお願いは何ですか？早押しクイズが得意になりたい。はい、ということで新入生歓迎会のレクリエーションで早押しクイズをやったが、ボタンを押すのが遅くて悔しい、もっと練習したいと思ったそうです。ボタンを押すのがね、なかなかっていうことがあったんですね。では今回そんなね、真夏さんのためのおもてなし方法をご紹介します。これから一般常識レベルのクイズが一文字ずつゆっくり表示されます。問題文が全部出る前に回答します。問題は全部で5問、3問以上正解でチャレンジクリア。なかなか斬新なゲームスタイルなんですよ。今回すごくアナログでね、あのスタッフさんが文字を隠しているのを1文字ずつゆっくり出してってくれるのを私が読みつつですね、その問題文が全文出る前にこのね押して回答したいと思います。これ可愛いのよ、あの丸×のよくあるボタンなんですけど、すごいテンション上がります、押してて。なので私も早押しして、頑張って3問以上正解していきたいと思います。よし、ではおもてなしみなコンシェルジュスタート。苦しい、苦難の多い人生のことをある植物を持ち入れて何の道、茨の道。よっしゃあと何文字ぐらい残ってました？あと、あ、というでしょうしか残ってなかった。茨の道が正解ということで、あー、なるほど、こういう感じで出てくるんですね。苦難の多い人生のことをある植物を用いて何の道というでしょうっていうね。よかった、危なかった。まあこれもというでしょうぐらいになったらもうそろそろ答えろよっていうアナウンスなのでね、早押ししなくてはいけないということで、ああ、よかったよかったよかった。この感じだったらいけんじゃない、3問以上ということで。むしろこれは私よりスタッフさんのこの準備が毎回大変そうですが、準備 OK ですか？では第2問いきます、お願いします。テレビやラジオで毎日同じ時間に放送される番組を和服の一部の名前を帯、おー、帯番組、おー、あ、そうなんだ、そこから来てるんですか。テレビやラジオで毎日同じ時間に放送される番組を和服の一部の名前を使って何と言うでしょう。帯番組、へー、すごい、その帯だったか。確かにさらっと言ってたけどね、意外とこうちゃんと知ってくと面白いのいっぱいありますもんね。帯番組だったということで、これ皆さんも分かりましたかね、どうでしょうか。次も一緒にぜひね考えていただきたいと思います。準備はよろしいですか。では第3問スタート。日本アルプス、アルプスと呼ばれる何個だこれ、2つ3つの山脈とは、赤石山脈、木曽山脈と何山脈でしょう。飛騨山脈、正解なんだ、嘘、絶対違うと思ってた。もうラストまで行ってましたね、飛騨何山脈でまで来たらもう勝しかないなと思ってましたけど、飛騨山脈、日本アルプスと呼ばれるのは木曽山脈と飛騨山脈と赤石山脈、知らなかった、これが日本アルプスと呼ばれるらしい。
ていうか普通に一般常識問題らしいんですけど、めっちゃ勉強になります。なるほど、これは使えますね。うわー、いいぞいいぞ、3問正解した。じゃあちょっと気楽にね、楽しく続きもいきたいと思いますでは参ります。4問目、江戸幕府が小大名を江戸と領地に原則として1年ずつ交代で住まわせた制度を何というでしょう。参勤交代？あ、そういう意味だったんだ。参勤交代って江戸幕府が諸大名を江戸と領地に原則として1年ずつ交代で住まわせた制度を何というでしょうなんか一番よく覚えたな、参勤交代って思ったからそれしか出てこなかったっていうところが正直なんですけど、それがそっか、参勤交代ってこういう字ですもんね。お参りする、まあ参加するの参に勤めるで交代する、それが参勤交代これね、あの新入生とか新しい学年になった人たちも勉強になっていたらいいですね私も勉強になる。お、ではラストの問題参りましょう。第5問お願いします。同様、手のひらを太陽にの一番の歌詞に登場する生き物はミミズ、オケラと何でしょう。あー、何でしょう。え、ミミズとオケラとカブトムシ何、正解はアメンボ。あ、そうだ、ミミズだって、オケラだって、アメンボだって。おー、みんなみんな生きている。あ、その後か。うわー、そこがね、一瞬にして出てこなかったっていう、勉強になりました。これこそなんか早押しにふさわしい問題な感じがして面白かったです。でもお聞きいただいた通り、今回のおもてなしは成功です。やったー、嬉しい。久しぶりの成功な気分で、ラフラフリゾートホテルのランクがアップ、星4つになりました。ありがとうございます。これでね、ちょっと早押し得意になっていただけたらいいな、真夏さんね。ということで、このコーナーは私がコンシェルジュとなって皆さんを おもてなしするためにいろんなお願いを叶えていきます。以上、目指せ超一流ミナコンシェルジュでした。ことぶきみなこのラフラフ。お送りしてきました、ことぶきみなこのラフラフ。そろそろエンディングのお時間です。リボーンということで、まあね、早押し一人でやったから早かったのかどうかちょっと分かんないんだけどでも押す気持ちよさね、これ結構あのテレビとか見てても、押してからなんでしょうねって答え考えるのとかもすっごい面白いなって思いながら見てて、あ、いいんじゃないですか、ここ春とラフラフのイベントで早押しとか。でも早いのだけで言うと、はるちゃんに勝てる気しないんですよね。早そうじゃないですか、答えが合ってるかはさておき、早さは早いと思うの、はるちゃんねだからすごくね、そういうのもちょっと夢が膨らむななんて思ったりしてましたよ。さあ、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ大募集中です。番組の感想やメッセージなど何でも OK。 裏吹きホールでの私からの質問は、ここ数年で極めたことといえばです。皆さんが思う回答を送ってきてください。浦島美奈子とは言わせないでは、日本で話題になっていることをクイズにして送ってきてください。メールアドレスは美奈子アットマークセカンドショット .jp、 美奈子アットマークセカンドショット .jp、みなこは数字の375です。たくさんのメッセージをお待ちしております。そして番組では公式ツイッターやってます。ことぶきみなこのラフラフで検索してフォローしてくださいね、よろしく。さらに番組からのお知らせ、改めてお話しさせてください。戸松遥の心はるかす、ことぶきみなこのラフラフ、合同イベント開催決定しました、イエーイ。日付は7月9日土曜日、会場は科学技術館サイエンスホール、昼の部夜の部あります。こちら現在チケット受付中、先行抽選販売受付中となっております。ニコニコ動画セカンドショットチャンネル会員様限定と今はなっているんですけれども、5月5日木曜日23時59分までとなってますので、お忘れなく、ぜひチェックして、一緒に楽しい時間過ごしてくださいね、よろしくお願いします。私からのお知らせいきたいと思います。アニメタイガー&バニー2にて、カリナ・ライル・ブルーローズ役で出演しております。
そしてテレビアニメラブオールプレイに水嶋里佳役で出演しております。さらに現在、リーダーストアで販売中の朗読付き電子書籍レーベル読み人に参加させてもらっております。私はですね、大阪啓吉さんの銀座幽霊を朗読させてもらいました。もうちょっと、ね、ミステリー、本当にクラシックミステリーっていうこのジャンルの中に本当に入ってる銀座幽霊なんですけども、読み進めれば進めるほどドキドキしながらね、楽しめるので、ぜひ、聞いていただきたいなと思います。聞いて読んでいただきたい。こちらがですね、4月29日まででしたら1巻が100円でゲットできるっていう、そんな、キャンペーンもやっておりますので、ぜひ今のうちにゲットしてください。よろしくお願いします。さあ、ここ春への伝言ですね。もうここ春とラフラフのイベント決定しましたから、ちょっと気が早いですけど、今の段階で春ちゃんは何がしたいですか？私は早押しクイズですということで聞かせてください。ではそろそろお別れのお時間、ことぶきみなこのラフラフ、ここまでのお相手はことぶきみなこでした。またね、ラフラフ。